どうもどうも。こんにちは。今日はですね、モグラです。はい、見てみまな、ここほら。モグラの穴。お、モグラの穴来た。ほら、土手いっぱい開いてんねん。で、なんと自然薯の畝にも来てて。マジで。ちょっと対策を打とうかなと思いまして。モグラ厄介だもんね。まあまあ、じゃあとりあえず行きましょう。はい。と、ここの畝なんですけど。これだ、ここ植え付けだよね。おい、はいはいはい。うん、自然薯、うん、で植え付けた時にモグラの穴があったのは気づいてたんやけど、うん、モグラがどうやらこれ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 、うん、わかる？この辺ちょっと膨らんでんのよ、ずっと。わからんかな、この辺な。なあ、動画ではどうかな。うん、要はモグラの穴がこうちょうど自然薯の植えるところにあって、はいはいはい、それをパパが潰したもんやから、うん、モグラが違うところをこう掘ってます。なるほどなるほど。なんかあの自然薯が入ってるからそれを避けて多分行ったんやと思う。あで、モグラって実は、うん、同じ穴を毎日通勤して通るらしいのよ。なるほどなるほど、うん、で、あの自然薯としてはモグラはまあそんなに言うても厄介でもないんですけど、うんうん、ただまああのだからモグラの方が避けていてくれるからね。ああなるほどね。ただあのモグラの穴開けられてちょっと自然薯に傷つけられたりとか、うん、あとはそのモグラの穴を野ネズミが通ったりするから、ね、ああはいはいはい、はい、そうするとかじられる可能性も出てくるんで、うんねうん、ちょっとあの申し訳ないけどモグラさんにはかわいそうだけど今日はモグラ対策をやろうかなと思います、はいはい。で、まずはですね、うん、これはあの傷かどうか知らないんですけど、よいしょ、よくあのモグラの薬を巻けばいいのかもしれないんですけど、うん、これどっかで聞いたのよね。ガム？うん、ガム、風船ガム、うん、これをモグラの穴に入れとくと、うん、モグラがそれを食べるの？食べて、うん、喉詰まらせて死んじゃうんだって。あちょっとかわいそうだけどね。うん、お、今これ厳重やな。俺の子供の頃と違うな。で、このモグラの穴に、うん、ちょっとポロッとこう、ね、入れときます。開いてるわ、開いてる、うん、な、この辺も開いてるのよね、モグラの。開いてる？うん、あ、これ違うか。まあちょっと穴、モグラの穴探すわ。うん、これモグラ逃げていってるからね。ここら辺に穴あると思うよね。ほら、あった、あったあった。ほら、わかるかな、ここ掘れそう。ちょっと待ってよ、よいしょ。わかんねー。わかんないか、ちょっとここにな、穴、あ、ここ、ここ。こっち行った？うん、こっち、こっち、こっち来てみ、はいはい、見えるわ。ぐるっと回りますよ。ほら、これここ。おお、行ってる行ってる。なんかここ穴開いてるやろ。おい。まあここで潰したからここ通るかとか分からへんけどね、モグラがね。うん、入った入った。うん、で埋めちゃう。うん、ああなるほどなるほど。まあ自然薯の栄養にもなるしね。栄養なる。ここにも一個入れとくわ。まあね、あのこの土手とかがすごいのよ。ああ。まあね、モグラがおるということはミミズがおるということで、まあ位置は超えてるのかなとは思いますが、うん、ね、さっき草刈りしててね、見つけた。うん、これこの辺もそうかな。ちょっとわかんねえな。恐ろしいけど見えねえ。うん。ね、ほら、この土手にモグラの穴が結構ね、これマルチとか置いてたからその下を。通ってんのよね、これとかね、こっからこっち来てるよ。こんな感じでね、この周りの土手から攻めてこられてんのよね。ここは周りにね、田んぼ囲まれてないからね、うん、まあここだけで完結しておるんやろうけど、まあこんな感じでですね、はい、かわいそうね、かわいらしいんやね、モグラちゃんって。そう？うん、目ん玉はないけどね。うん、まあ、とにかくこのモグラ自体が悪さをするというよりも、うん、そこから入ってくる野ネズミね、こんなちっちゃいネズミおるのよ。うん、あの以前はさ、キュウリ、うん、あのアライグマにかじられてんのかなと思って、
アライグマ対策してたんやけど、うん、どうやらね、このより、このより下のところのキュウリをよくかじってたから、あれも野ネズミやと思うのよね。うん、ああ、そうだったんだ。うん、まあ、ね、自然薯高いから、こういう対策もしないと。ね、あとね、あの、モグラの、あの、捕まえローリー、高いやつはいいんやけど、うん、去年か一昨年か、安物のやつ買ったよね。あれはね、モグラ入らないです。入らない、うん、もう1000円以下のやつは基本入らない。なんなんだってモグラ避けていくもん。あ、うん、モグラの穴にセットしたところで。うん。うん、だからあの高いやつね、1万円とか2万円とかするやつやったらモグラ捕まえれると思うんですけど、うん、安物は無理ですね。なるほど。で、まあモグラのあのあれかな、殺素剤的なネズミを殺すような、うん、ああいうやつもモグラに効くやつあるんかもしれないですね。うんうんうん、ちょっと勉強してないけど、うん、まあ、とりあえずそれがわからないし、うん、あのガムやったら10円なので。とりあえずこれであの今回はやってみます、はい、これでモグラの害があのもし出たようならまたご報告の動画を上げたいと思います、はい、で出なければ多分このお話はうやむやでなるほど、うん、忘れてしまうと思いますが、まあ、とりあえずモグラ対策としてチューインガム、はい、効くかどうかは知りません、知りません、知りませんとりあえずやってみました、はい、もしこれで聞いてたら動画アップしますんでチャンネル登録よろしくお願いします。そっち、そっち。今日はちょっとアップじゃない？そうでもない？うん、結構アップ。そうやね、うん。アップに耐えられない私。